はい、馬の旅でございます。あ、すごいすごい。あ、おう、これは素敵な光景ですね。いやー、すごい世界ですね。はい、こんなところ。すごい。うん。いやー、こんな景色でございます。そして後ろからは。なんてポジション。シンクさんやばいっすよ。やばいね。これもやばいね。やばいです。山が。やばい。おお。この世界。天国ですよ。ちょっとこれはすごい世界ですよ。すごい世界線ですよ。はい。はい、すごい。はぁーとしか言いようがない。この世界に馬でやってまいりました。まあなんかあの岩気になるよね。あの岩気になる。はい、そして着きました。この世界線、まあインカと言われてるけど、それ以前の遺跡でありましょうと。もう普通ここまではコンディションに馬で来た場所。よし、すごいです。うわー、マジっすか。と言っても本当もなんかカメラでは伝わらない世界ですね。写真には映らない美しさ。なんやねんって話やけどね、この。なんかめっちゃ気持ちいいから、ただただ昼寝をしようみたいな。そんな世界ですね。ああ、最高。ここでなんとラブレヘくじけるんじゃない、強く生きろ、俺は行くぜ、ラブレヘ。大変な騒ぎですよ。マジか、かわいいこの、あ、声が響く、かわいいこの壁の上に入れる草。いいね。かわいいね。わー、きれい。楽園かよ。あ、そして、見つけた。そして、ここで、一人で動く郷さんを見つけました。ちょっと綺麗だね。うわ、すごい世界です、ここが一体ここに来たことがどういう意味なのかも分かりませんし、でも何か大きな意味があるのでしょう。なんかいい。はい、こういう世界。ここに来た意味が何かしらあるのでしょうね。